平野紫耀と神宮寺う太ゆ部た、での再始動に迫る、テレビ業界の舞台裏とグローバル展望。総論、渡部への期待とテレビ業界の壁日本のエンターテインメント界において、平野紫耀と神宮寺う太たが滝沢秀明氏の率いるエンターテインメント会社、渡部に合流したことは、ファンだけでなく業界全体の注目を浴びている。 キンプリからの脱退、そして死ゆうたも飛べに合流するという動きは、ジャニーズ事務所の中でも異例の展開となっている。飛べの登場は、滝沢氏のカリスマ性とエンターテインメントへの情熱が結集した瞬間であり、特に YouTube を通じて発表された平野氏用と神宮寺ゆうたの合流は驚異的な視聴数を記録した。 しかし、一方で飛べという新たな舞台に立つことが、テレビ業界においては容易な道ではないことも指摘されている。特に、歌番組などのジャニーズタレントが多く出演するコンテンツにおいて、新しい地図が抱えた問題が継承となる。1、金プリと新しい地図の違い金プリと新しい地図。 それぞれが異なる舞台へ向かった背景には、明確な方向性の違いが存在している。金プリの長瀬角と高橋山は、ジャニーズ事務所に残り、引き続き歌番組などでの活動が期待される一方で、平野耀と神宮寺裕太、そして死優太は飛べへと進むことを選択した。新しい地図の例を挙げると、稲垣五郎、草豪、 カトリ慎吾はジャニーズを離れてからも一緒に活動し、その姿勢が参考にされているようだ。ただし、新しい地図もジャニーズ出身者としてのテレビ露出には制約があり、その苦境は戸部に合流した平野潮と神宮寺雄太にも影響する可能性がある。2、新しい地図のテレビ露出の課題新しい地図の例を挙げると、稲垣五郎、草豪、 カトリ慎吾はジャニーズを離れてからも一緒に活動し、その姿勢が参考にされているようだ。ただし、新しい地図もジャニーズ出身者としてのテレビ露出には制約があり、その苦境は戸部に合流した平野耀と神宮寺勇太にも影響する可能性がある。新しい地図は特にテレビ業界との関係で苦労しており、ジャニーズ事務所からの圧力があると言われている。 彼らがテレビに出演する際、一定の難しさや抵抗感があるという指摘がある。その結果、新しい地図のメンバーは、ネットを中心にしたプロモーションが主体となり、テレビ露出は限られたものとなっている。3. 飛べにおける平野しよと神宮寺ゆ太の展望平野しよと神宮寺ゆ太は飛べで再始動し、新たな舞台に挑む姿勢を見せている。 しかし、ジャニーズ出身者がテレビでの露出に制約を抱える中で、彼らが音楽番組に出演する難しさも浮かび上がっている。テレビ業界関係者の意見によれば、ジャニーズとテレビ局の関係から来る制約が、トベに所属するメンバーにも影響を及ぼす可能性がある。トベの再スタートは、グローバルな展望を秘めていると言われている。 しかし、その一方でトベが海外進出に成功するためには、現段階でのメンバーの国際的な人気やスキルに疑問符がつく。トベが海外展開を果たすためには、エージェントとの連携やスキルの向上が欠かせないとされている。4. 未来への展望と挑戦トベから再スタートを果たす平野様と神宮寺雄太には、 テレビ業界の壁やジャニーズ出身者としての制約に立ち向かう厳しい現実が待ち受けている。しかし、戸部が提示する新たなエンターテインメントの形は、従来の常識を打破するものである可能性がある。新しい地図がその先駆者として挑戦し、苦境を抱えながらも成果を上げてきた事実も考慮すべきだ。 戸部は滝沢氏のリーダーシップと、平野市用と神宮寺由太たの才能を結集したプロジェクトであり、その未来への展望は今後の動向に注目が集まる。戸部のグローバル展望が具体的な形になるかどうかは未知数であるが、平野市用と神宮寺由太たの再始動がエンターテインメント界にどのような新風を巻き起こすか、これからが非常に興味深い。5 グローバル展望と挑戦の道飛べが提示するエンターテインメントの新しい形態は単なる国内の舞台にとどまらず世界に向けた挑戦を予感させる。平野志耀と神宮寺裕太はそのグローバルな展望においてキープレイヤーとなることが期待されているが、その一方で海外進出には数々の障害が横たわっている。 トベがトベでなければ難しいであろう。新しい地図のような海外展開を果たすには、グローバルなエージェントやプロモーションの面でのパートナーシップが不可欠である。テレビ業界だけでなく、音楽業界やエンターテインメント業界においても、グローバルな成功は厳しい道のりと言える。トベがこれからどのような戦略をとり、グローバル市場でどれほどの成功を収めるかは未知数であるが、 彼らの新しい挑戦は日本のエンターテインメントに新たな可能性をもたらすことだろう。6. ジャニーズ出身者としての制約、ジャニーズ出身者としての背景を持つ平野紫耀と神宮寺勇太が戸部に参加したことで、彼らには未だにジャニーズ事務所とのつながりが影響を及ぼしている。 特に歌番組や音楽番組においてジャニーズタレントを出演させることに対するテレビ局とジャニーズ事務所の複雑な関係がとべに新たな挑戦を求めている。ジャニーズ事務所はかつて新しい地図のメンバーに対してテレビ番組出演を制限するような圧力をかけたと言われており、これが新しい地図がテレビ露出に苦しんだ要因の一つとなった。 飛べのメンバーにも同様の制約が課せられる可能性があり、その結果、グローバル市場での成功を収めるためには、新たな方策が求められる。7。飛べのリーダーシップと才能の融合飛べの舞台裏には、滝沢秀明氏のリーダーシップと平野氏用、神宮寺雄太のエンターテインメントへの情熱と才能が交わり、新しいエンターテインメントの形が作り出されている。 ジャニーズ事務所を離れ、戸辺で新たなスタートを切った彼らは、従来のジャニーズタレントとは異なるスタイルで注目を浴びている。戸辺のプロジェクトが成功するためには、従来のルールにとらわれず、新しいアプローチを模索していく必要がある。滝沢氏の豊富な経験とリーダーシップが、戸辺をエンターテインメント業界の新たな指標として確立させる鍵となるだろう。 結論、未知の舞台への一歩平野しようと、神宮寺優太が戸べで再始動したことは、単なるアーティストの遺跡ではなく、日本のエンターテインメントにおいて新しい時代の幕開けを予感させるものである。戸部が新しい地図のような成功を収めるためには、国内外での課題に立ち向かい、柔軟で斬新なアプローチが求められる。 未知の舞台に向かう彼らの冒険が日本のエンターテインメントに新たな風をもたらすことを期待している。飛べの舞台裏とグローバルな展望に注目が集まり、これからの動向が楽しみである。